アンチョン番号を言いなさい。ゆで卵。ゆで、そんなに。これ静かにしろって。月曜日。わかんないでいいよ。知らなかったもん、こんな状態だと。新聞に割手に1本載ってるの、隣の高橋斎藤さんの奥さんが窓から教えてくれたんですよ、うん、で、葬式も終わったらしい、火曜日かなんかね、知らない、うん、この後で、あなたのお父さんのこともそうでした。マジでよく聞くね。岡田さんって、あのお医者さんの奥様で、あの母の友の良き友人で、またあの受精も、イエス様を受け入れて受精もしてる、うん、病気になってから一回だけここ寄ってね、その時に洗礼された。それっきりなんです。紹介したことないし、まあ、昔はここらで勉強してましたから。頑張って。ということで、はい、引っ越してほら、やめろやめろ、だから家がね、遠いわけですよ。え、サロキンちゃん、やめろ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 、へ、自動室くらバーカム、はい、バーカム、ゆうのさんの誕生もありますけれども、タドアコ行ったり、うん、それから私もまた治療に行ったりしますけど、あとは何、ごめん、ああ、大船渡ですね。大船渡ですね。大船渡は明後日。ね。明日。明日。朝に明日だ。ああ、明日。大船渡は平和祭ですね。私も1回2回休んで。8月9日の夜はここで映画会を。うん、やって。すごい。まだ見たことない映画を。ミスコイとか言って。でもね、なんかすごいクリスチャンの映画らしいので、ぜひあの見に来れる方は。木曜の夜。その前にあなたのなんか子供。子供広場あの結構しょっちゅうやってますので。今週でしょ。今週来週でやってますので、あの顔見せられる方はお願いします。映画もやるんですよ。映画もやります。ね。ということで、いつもお願いして、お父様ありがとうございます。本当に作家のチームで、お父様、加藤岡大学の姉妹が本当にされたことを感謝いたします。どうか、本当に教団のお父さんも、どうか天国にあなたが引き連れてくださいますように、また、岡大学さんも、お父様を信じましたので、天国で今安らぐ。母と再会することでしょうけど、本当にこの天国の道をもう主が開いてくださいますように、藤森兄弟のお母様のその一人になられましたけど、本当にその歩みを守り、本当に全てに守り、平和
安が与えられますように、に神様の助けを与えてくださいますように、兄弟の疲れ、またお仕事との両立やいろんなことにも守りを与えてください。感謝いたします。また、サイモン兄弟たちのその割り切りを守り、香り姉妹、ゆりかさん、ゆりと君の信仰を持ちが、本当に支えてくださいます。兄弟に声をかけ、本当に教会に行きなさいと、主が無理やり連れてきてくださいますように、また、ハドリオさんたち、いろんなベロニカさんたち、いろんな方々も、どうやってか、今までしっかりとイエス様につながることができますように、本当に主が助けを与えてください。またこのエブレハーの祝福をしてください。感謝して、その名前をお願いします。アメン。感謝します。